バグラチオノフスクの師相、バグラチオノフスクは、ロシア共和国カリーニングラード州にある、小都市。人口は7216人。カリーニングラードの南東約30キロに位置し、市街地の南約2キロメートルのところを、ロシアポーランド国境が走っている。第二次世界大戦前は、ドイツ領東プロイセンに属し、ドイツ語名は、プロイシッシュアイラウ。1946年に、 現在の名前に改名された由来はナポレオン戦争期の将軍ピョートル・バグラチオンから1807年2月ナポレオン一世率いるフランス軍とプロイセンロシア連合軍が戦った古戦場記念碑が立つアイラウの戦いを参照ドイツ騎士団のプロイシッシュアイラウ城の後市内の学校1325年ドイツ騎士団は プルーセン人の土地であったナタンギア地方の中央にあったイラディアまたはイラウという名の土地に城を建てこれが後にアイラウとなった。イロウはプルーセン語で湿地というような意味の言葉であった。城のそばの集落の成長はゆっくりとしたものだったが1348年に騎士団は城の周囲の地域に12軒の酒場を建てる特権を与えた。 集落の人口は少なかったが、騎士団領の中心近くにあるという地の利から、騎士団の重要人物たちの会合の場となった。1427年頃には、アイラウラント条例が騎士団により交付された。30年戦争では、ドイツ騎士団に抵抗する、ポーランド人やドイツ人の市民による、プロシア連合の軍が1455年5月24日に、城を包囲したが、撃退されている。 1519年から1521年までのポーランドドイツ騎士団戦争でも1520年にポーランド王国軍が城を包囲して撃退されたが、城周囲の集落は荒廃した。1585年、アイラウは都市法を得た。1709年から1711年にかけては、センペストが大流行し、アイラウ周辺で2212人の死者が出ている。 1807年2月7日から8日まで、ナポレオン戦争の戦いの一つ、アイラウの戦いが、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍と、ベンニク戦将軍率いるロシア軍及び、アントン・ビルヘルム・フォンデストック将軍率いる、プロイセン軍の間で戦われた。ナポレオンは2月7日から2月17日まで、アイラウに本営を置いている。この戦いで死んだ、アウラウ住民は3人だけだったが、 この後の1807年には、上と薬病で605人が死んだ。1819年4月1日、アイラウは、プロイシッシュアイラウ軍の中心となった。1834年には教育者神学校ができ、1924年に閉鎖されるまで、東プロイセンの教師はここで学んだ。1866年9月2日には、鉄道が開通している。 第一次世界大戦の初戦では、1914年8月27日から9月3日に、かけ、東プロイセンに侵入したロシア軍に、無欠占領されている。バグラティオノフスクの南にある、ポーランドロシア国境のモニュメントバグラティオノフスクの南にある、ポーランドロシア国境検問所1945年2月9日、赤軍による東プロイセン構成でプロイシッシュ、アイラウは占領された。 疎開していなかったドイツ人も追放され、1947年11月23日には最後のドイツ人が退去した。1933年にドイツ国防軍がアイランに建てた大きな兵衛は、1945年から1949年にかけて NKVD によるドイツ文民の収容所となり、1万3000人の収容者のうち6000人ほどが死亡した。 一方、ポーランド政府は1945年8月にアイラウの行政を掌握しているが、1946年1月1日には、東プロイセンを南北に分かつソ連とポーランドの新しい国境が町のすぐ南に定められたことにより退去させられた。1946年1月、アイラウはソ連のカリーニングラード州の一部となり、ナポレオン戦争期の将軍、 ピョートルバグラチオンにちなんでバグラチオノフスクと改名された。現在、町の 2km 南に、ロシアとポーランドの国境検問所が設けられ、国境の主要な通過地点となっている。2007年4月以降、ロシアの国境周辺の管理は厳しくなり、カリーニングラード州では、リトアニア国境のソビエツク及び、ポーランド国境のバグラチオノフスクへの旅行や、 訪問には特別の許可が必要となった。ありがとうございます。